皆さんこんにちは。森口市対策員のぼりたくまと申します。森口市民って方どれくらいおられますか？パラパラと言いますパラパラと、ほとんど門真市民の方ですかね。はい、まあ、門真と森口は隣ですので、まあ、結びつき、あ、吉林が到着されました門真と森口、まあ、横の市で、まあ、結びつき、まあ、強いかなと思うんですけども、まあ、皆さんご存知だと思いますが、森口市は、まあね、人口14万人ほど、そして、まあ、門真の隣にありまして、こう門真を包むような立地になっています。で、僕は、ちょっと自己紹介として、今現在32歳で、出身は、まあ、大阪市です。大阪市の京橋に住んでまして、今現在も京橋で会社の方をしております。そして21歳の時に約1年間海外オーストラリアで生活しまして、初めて日本から出て自分の国を外から見た時に、その日本の素晴らしさ、日本人の優しさ、日本人の勤勉さ、そして大阪関西のこの懐の深さ、そして日本文化の素晴らしさに気づきました。そして日本が大好きになりました。大阪が本当に大好きになりました。それから帰って起業をして、29歳の時ですね、2020年の4月参政党に入党いたしました。そして去年の夏、参議院選挙は僕は父親が鹿児島の奄美大島出身ということで、参議院選挙に鹿児島から立候補いたしました。で、その時はですね、まず参政党3つの重点課題、教育、食と健康、そして国守りありますけども、私は、まあ、年齢も32歳で若いということもあり、教育に関して訴えていました。やっぱり日本の外に出て海外の若者と触れると、海外の若者、本当に自分の国、自分の将来について語ります。日本の若者、まあ、日本の大人も含めて自分たちの国の将来や国の課題について語らないですよね。本当に日本は、日本が好き、自分の国人が好き、町が好きというと、まあ、宗教だとか、まあ、右翼だとか、本当にレッテル貼りされて、そういう自分たちの国の将来語ることができない国だなと本当に感じました。そして国政ではそういったことを訴えていましたが、今回森口市対策委員となって、やっぱりその原因ってどこにあるんだろう、森口市で実際やりたいこと僕なんだろうって考えたら、やっぱり国政でね、教育訴えてたのに急に、いや、おじいちゃんとおばあちゃん大事ですよなんて言ったらちょっとおかしいんで、僕は本当に教育を大事にしていきたいなと思っています。そして何が原因かなって、まあ、一つには本当に子どもたちの貧困があると考えています。今現在日本では7人に1人子どもが貧困です。そして森口市は人口だんだん減少してるんですけども、生産年齢人口15歳から64歳までこれが704人減って86,168人です今現在で。15歳以下の年齢もどんどん減っています。そして貧困に関しては、相対的貧困、絶対的貧困、これに関して森口市は大体 10% おられます。子供が貧困だとやっぱり自己肯定感も低くなって、自分に自信が持てない、この日本に希望を持てないっていうのは、もうそれは当たり前だなと思うんです。そしてもちろんその親の世代ですね、やっぱり経済的に貧困だとどうしてもそこからネグレストであったり虐待であったり、そういうことにつながったりもします。この日本を語る上で、教育を語る上で、やっぱりこの地域の今本当に目の前に困ってる子どもたち、そしてその親の世代、誰かが本当にもっともっと支援していかなくちゃいけない。私登田君は本当に森口でそういう子どもたちの貧困に対してどんどん向き合っていきたいと考えています。そしてその貧困の世代、療育費や、ごめんなさい、医療や食料、それを十分に満足に買えないという家庭が大体5割います。そして私は本当に教育を語っていく上で、日本に希望を持っていく、その上でそういった貧困の課題は本当に問題なんだと思いますので、そこにはしっかりと取り組んでいきたいと考えています。あと僕またちょっと話変わるんですけど、森口のシングルマザーですね、
シングルマザーに対して養育費、離婚した父親からもらうと思うんですけど、養育費をもらえてる家庭が大体5割です。この養育費、相手の、まあ、男の元、旦那さんですねがお金がなかったりすると もらえないんです。飛ばれたりするともう捕まえれないんです。お金もらえなくなるんです。本当に僕、友達にシングルマザーがいて、実際にお金を、養育費をもらえてない現状を聞いて、本当にイライラして憤りを感じて、それってどうにかならないのかなって考えていたら、明石市はそういった養育費をもらえない家庭に対しては市が代わりに負担してるんです。1ヶ月5万円、まあ、3ヶ月最長ですけども、そういったこともどんどんしていきたい。子供につながる養育費のこと、私は本当森口ではどん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 訴えていきたいなと思っています。そして先ほど杉原さん、マスクやワクチンに関して訴えていましたが、まあ、詳しい内容は先ほど杉原さん申し上げましたが、本当に子どもたちの環境、マスク、黙食、友達、彼氏、彼女の顔も見れない、笑顔も見れない、そういう状況が今現在日本ではずっと続いています。この前探偵ナイトスクープである探偵ナイトスクープである依頼があって、その依頼が中学1年生のカップル、一度も彼氏彼女お互いに素顔を見せたことがないっていう依頼でした。素顔を見せたいけどマスク外すのが怖い、そういう依頼でした。結果的にその依頼、お互いに中学1年生のカップル、お互いにマスクを外して、マスク外した顔も可愛いね、かっこいいね、そう言い合って、僕もね、いい32歳ですけど、本当キュンキュンする内容で、まあいい結末には終わりましたけど、本当に子供たちにそういうマスクでずっと顔が見れない環境を作ってる大人、この今の日本、本当に異常だなって思うんですよ。全部子供たちの幸せが言ってるその状況、まず私たち大人の私たちが一歩踏み出して変えていかないといけない。子供たちのことを考えて政治に参加しないといけない。私は森口市でそういう正しい情報をどん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 発信していきたいと考えています。森口対策員の森拓真です。ありがとうございました。